待たせいたしました。女流プロ麻雀日本シリーズ2015プレーオフ、司会実況の古橋隆です。そして解説は勝俣健二プロ、瀬戸熊直樹プロ、1回戦と同じ布陣でお届けします。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではプレーオフ1回戦終了時の成績をご覧いただきましょう。こちらですね、高宮が1回戦トップで、順位を2位と、しております。そしてここからはプレーオフの2回戦ということで、現在数字の6と、書いてある4名での対局となります。それでは、プレーオフ2回戦出場の選手に意気込みを聞いていきたいと思います。まずはこの方です。現在第3位プラス 45.0 ポイント、大平明プロです。大平プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ大平プロ、現在 45.0 ポイントで、第3位ということで決勝進出、かなり現実的に見えていると思いますが、意気込みの方聞かせてください。はい、今第3位なんですけども、安全圏というわけではないので、変なプレッシャーに押されないようにしっかり打ちたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、続きまして現在第4位プラス 36.3 ポイント、二階堂ルミプロです。ルミプロよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあルミプロは、ボーダーの、現在第4位と、はい、なっておりますが、意気込みの方聞かせてください。そうですね、まだもう一回あるので、とりあえずマイナスはしないようにバランス見ながら打ちたいなと思います。はい、対戦相手はいかがですか。怖いですね。怖いですけど、はい、割とよく見ている方なので、そんなに違和感なく打てるかなと思います。はい、わかりました。頑張ってください。よろしくお願いします。はい、続きまして現在第5位マイナス 30.1 ポイント、ワクツアキラプロです。ワクツプロよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあワクツプロ、4位のルミプロとは 66.4 ポイント差、はい、この差はどう考えますか。そうですね、ポイントもあるんですけれど、はい、いいところが一回もないんですよ、このシリーズで。はい、トップも一回も取ってないし、もう 2-3 ばっかりで、らしくない展開が結構続いてますよね。展開というよりも私の選ぶ牌がもう本当にらしくないですね。だからもうはっきりと、もう白黒はっきりさせたいと思います。はい、いや今日はじゃあいつものワクツさんが見れると、はい、今日は体調はもう体調もコンディションもすごくいいです。はい、わかりました。期待しております。頑張ってください。はい、最後は現在第7位マイナス 39.7 ポイント、二階堂明プロです。明プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。さきプロ、はい、ちょっと苦しい位置ですが、意気込みの方いかがでしょうか。そうですね、もう条件的には2連勝が条件なので、はい、それを目指して頑張りたいと思います。はい、ポイント差としては、ターゲットとしてはやはりルミプロ、大平プロターゲットになりますが、そうですね、そのあたりは意識して打たれますか。まあ多少は意識すると思いますけど、はい、ただそれ以前に、まあ、もう一回やるっていうのもあるんで、まずはトップを目指すという感じですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、以上の4名での対戦となりますが、さあ勝俣プロ、はい、非常にこうなんていうんですか、手役を狙う4名の対戦となりましたが、はい、いかがでしょうか。そうですね、もちろん追いかける和久さん、はい、秋さんは打点も欲しいポジションですけど、そこで大平さん、ルミさんの2人は、はい、まあ、もちろん打点あるに越したことはないですけど、はい、局面回していくっていうことも重要になるケース出てきますよね、そこをどういった戦い方してくるのか注目ですよね。はい、さあ瀬戸熊さん、はい、和久が、いつもの白黒はっきりつけると言っていましたが、あ、はい、そのあたりも、ね、まあ、表情良かったですよね、はい、あと二階堂秋さんがジュリオーカちらっと見ましたけど、内容ともに素晴らしい内容だったんで、はい、今季はちょっと人たち違うなって感じてたんで、その辺は期待してますね、はい、そのあたり期待して見ていきたいと思います。はい、それでは準備ができたようです。女流プロ麻雀日本シリーズ2015プレーオフ2回戦東杯の開始です。よろしくお願いします。さあ始まりましたプレーオフ2回戦、チーチャは秋、なんちゃにワクツ、シャーチャルミ、ペーチャ、大平という並びでスタートしております。トン一曲、秋の親番、ドラは9ピン、さあ秋、これはかなりの高ハイパイ、わー、三差しの三色いいシャンテンですね、はい、第一打はいいピン、ローソーぐらいから行っても面白かったですけどね。なるほど、どうですか勝俣さん。いや、もちろん、はい、
どっちが山荘出やすいかですよね、目立ちすぎるっていうところもありますからね、やはりもう二差しの三色がうわーすごい、これはリーチだ、二巡目リーチ、いやこれ正直ウーピンを見、はい、まあターちゃんの動向ですけど、ターちゃんが檻に入ってたらウーピン見逃し、まあつもぎったりしてもおかしくない状況ですよね、いや二巡目にリーチが入った、女流王家の好調そのままって感じもしましたけどね。いやでも大平さんも勝負ですね、うんはい、もう一発じゃなかった以上もうウーピンつもぎってもいいぐらいですよね、さあまあ、いいピン、さあ土相眼子になる、海がチュンの統一落とし、穏やかに行きましたね、大平さんドラドラですからね、はい、ここは向かっていきたいか、高めのリャンピンは4枚、安めのウーピンは3枚、山に残っている7枚残り、はい、まあ、順目としては当然ね、はい、そのぐらいあってもおかしくないですけどね、さあこれで一つが見えてきた、ペイ切り安めのウーピン、ここは空き積もった、裏ドラは数ピン、まあ裏ドラ乗ればいやそうですね、リーチピン2つもドラ12600オール、難しいですよね、もうちょっと、はい、ターチャがベタ折りなのか攻めてきてるのかを見極める余裕、時間がなかったですからね、試合しか切っていませんでしたからね、そうですね、あのベタ折り入ってたらもうつもぎる価値あるんですけど、これウーピンつもぎった後に例えば、はい、大平さんにカンリャンマンチーダとかが入ったりしたら最悪ですからね、ここは秋裏位置でほっとした反面、逆にね6戦折りだったかと、6戦折りもあったからね、はい、どう思うかですけど ね、まあでもなかなかそのリャンピンがいいか悪いかがわからないですから ね、その馬強が出てないですから、実際にはリャンピン4枚残ってましたけど、はい、まあ、1枚しかいないとかいうケースもありますから ね、怖いですけどね、まあでもその怖さに、はい、怖いですけどそこにかけるっていうだけのポイント状況でもありますからね、さあ木のれんちゃん1本はドラは数ピン、まあ、つま上がりが普通自然だと思いますけど ね、やはり、まあ、そうですよね、それでこの曲に期待っていったところですよね、さあ天曲1本馬です、こちらは大平のハイパイ、そしてこちら親番の秋、ドラの数ピン、純ちゃんが見えましたが、これでドラを使ってのピンフドラ1なんかを目指していくか、さあペーチャの大平、いいまん切り、こちらはなんちゃの枠通いいシャンテン、これはルミさんと大平さんはすごく戦い方難しくなりますよね、今の2600オールで現在、3位と4位のルミと大平ですね、はい、ある程度攻めの形も作りたいですけど、はい、これ失点も怖いくなってきますからね、はい、そうですね、で逆にアキさんとワクツさんはこういった追いかける状況っていうのも百戦錬磨ですよね、はい、そうですよね、さあ枠2がいいシャンテンが手広くなりました、ただし挑戦権を得るのはどっちか一人のような気がしますね、なるほど、アキさんか枠2さんどちらかがこの戦いで相当次の次戦は厳しい条件になると思いますけどね、枠2ポンテンは取りませんでしたね、いや取らないですよね、はい、うん、さあこちら大平立つ選択、ここはいいピン切り、大平またしてもドラドラですね、モールミさんはうわあ、これアキさんか、はい、ルミさんは受けに入りますか、リアンシャンテンですけど、はい、
さあ秋森アンシャンテン、ヤングマンつむぎり、さあ尾平ローソーを引いて両ピンからですかね。ここは何を切るか、まあ一応1通もありますからね、両ピンぐらい、ここは両ピン切り、あとはシャアの切れ具合によっては即リーモってことですね。はい、シャアは1枚切れです。バックザテンパイ入らない、さあ大平はどうだ、リャンソーこれはどうですか、まあ、つもぎりですか。サンソーは自身の目から2枚見えている、現状だったら1枚切れのシャアの方が上がりやすそうですね。はい、ここはリャンソーつもぎり、勝松さん大平さんの位置だったらここはどうやって戦うの、このハンちゃんは。とりあえずは、秋さんが突き抜けてしまうかもしれないですけど、万全の手が来るまでは様子見ますかね。まあ2着3着でも仕方なしと、はい、まあ、あとはルミさんの戦いっぷりを見ますかね。そのルミさんもリスクを負わないで来るんであればさすがにちょっと厳しすぎるんで、自分がリスクを負ってでも局面回しに行くかもしれないですけど、逆にルミさんが少し攻めっ気見せてくれたら、そのルミさんのサポートっていうわけではないですけど、その親にきつく打ってっていう風にしていくかもしれないですよね、はい、着順気にしますか、 2,3,4,5 次の先行高校ありますけど、いや絶対高校取りに行きたいですね。と、いうことはやはり、3位と4位の差はまあでもかなりポイントが離れてるんで、枠津さんと秋さんを沈めれるんであれば、はい、4位でも OK かなという感じですか。そうですね、例えばルミさんがトップで、はい、秋さん2着であれば3着に甘んじてっていう風にしてもいいかなと思いますね。なるほど。さあこちら親番の秋、枠津は2巡前にドラのスーピンもつもぎっている。ここはどう、あ、ここは両番切り、打点を求めましたね、はい、イースーマンの受けはなくなりますが、ここは単品3色まで見た一打。さあ大平はつもが効かないか、いいシャンテンが長い、さあ気もいいシャンテン、ようやくですね、はい、両ピン切り、靴もいいシャンテンが長い、ルミはこう安全牌まだ持つ、もうこの手が様子見ですね、はい、あ、これは痛い、あ、振り点ですが残しました、うん、まあ、リャンウソの振り点を重視したというよりも、ええ、もうさ、うん、穏やかな川にその、はい、放獣リスクを下げていくっていうシャアですよね、シャアも2枚、はい、2枚切れになりましたね、はい、あとは三蔵とかもね、チーとか言われちゃう可能性あるんで、はい、そろそろ経点取りますか。取りますね、取りますか。古橋さんは、いや僕は取らないんです、ね、取らない、それはまずいですね、偉い偉い、はい、いいと思う。僕なんかは取るとかじゃなくて、はい、出てくれっていうレベルですけどね、はい、急走2枚切れなんで、ここはリアンカン残しますか、数万のポンよりもかパーマンか、お、ここは急走切り、急走は2枚切れ、はい、さあ起点牌が入らない、枠津も入らない、振り点のいい層ぐらいだったら泣けそうですけどね、はい、ルミが対応している。さあ大平テンパ入るか、これいい層、あーテンパ入った、ロー9万大きい。さあ残り1つもは秋と枠津、秋はテンパイ入りません、枠津はどうか、入らない、龍曲大平の一人テンパイ、この一人テンパイは大きい、まあ、秋さんの親が落ちたのも大きいですね、はい、本局2本馬、枠津の親番、白
黒はっきりつけると力強いコメントをした枠ツー。まあ今の一曲もそういったところ見られましたよね、はい、リャンマンギーあたりから、そうですね。さあ枠ツーハイパイはどうだ、ドラはペー、もう無難な一打は選びませんって言ったところですよね、はい、ピン切り。さあルミはこうハイパイ、なんか今日ハイパイいい人は極端にいいですね。そうですね、秋もいいですね、画面つてきている。さあ枠ツロースを引いた4シャンテン3色も見えますね、はい、アルミコのシャーはつもぎり。さあキソーズの一通が見えてきたか。さあ枠ツー、ゴロチですか、ゴロチの三色。まあ枠さんも親番なんで、はい、1段目は手役を追いつつだけど、まあ2段目になってスピード優先して形とかも優先していくんじゃないですかね、はい、難しいですよね。例えばリアンス引きですよね、手筋はウッピンですよね、手順は数層か小層ですけど、はい、手筋はウッピン で、 そ、 うです、ね、その分岐ですよね。今リアンスを引くならばウッピン打つけれども、はい、例えば5巡6巡つもぎった後のリアンスであればスッチスト打つケースもあると、はい、どちらかの3色に決めて手広く受けると。さあ大平、つもぎりですわくつ。いやでもわくつさん、うわこれはルミさんも勝負かけたっていうとこですね。はい、シーマン残しましたか。シーマン引いてシャー切るって手形的にはもうシャー切る一手なんですけど、わくつさんがドラのペーつもぎってるんですよね。そうですね、なのでこれもうわくつさんからいつリーチってきてもおかしくない状況で、わくつさんの無筋を持って、はい、安全牌のシャー打ってるわけですからね、これって想像以上に怖い位置なんですけど、ね、勝負をかけてる。ここも分岐点ですよね、はい、さあキッズを見るか、うん、手広さを優先するか。いや一通はちょっと見れないですよね、チーソー切りか。浦橋さんは、いや僕もこれはチーソーになるんじゃないですからしくない。おここは一通見た。ソーズの馬強がよく見えるっていうこともあるんですかね、うん、さあ枠ツーリーチに行った。いや一通見るのすごいですね、まだまあ追いかける立場っていうことですよね、はい、同じですよね、あの枠ツーさんがペー打っているからこそ、アキさんこの例えば打点が決まってもじゃあカンパッソで勝負になるのかどうかっていうところが難しいところですよね、うん、はい、三蔵ヒダ何にもならないですからね。ただそれでもうマンガンクラスの上がりを取りに行かなければいけない状況だっていうことですよね、はい、さっき3万もペイも現物、ここは3万から打っていく、まあ、ペイの重なりに期待してるっていうことですよね、はい、いやルミは苦しい、まあそうですよね、シャー現物のローピン切り、まあ、シャーを打ってしまったために、あの一巡粘ることができなくなったっていうことですよね、まあ、結果論ですけどそれは、はい、これね、一発裏取らないルールであれば枠さんのリーチそんなに怖くないんですよね。はい、ドラの先切りということですか。まあドラの先もっと遅くなると思うんですけど、多分捨て配送としては、はい、まあ、逆に先に切れば切るほど手役も絡むんで、うん、なるほど、ただそんなに怖いリーチには見えないんですけどね、やっぱり一発裏取られだとね、はい、そうですね、うん、ゴロチ、さあただ数万を切っているのでフリテン、いや乱走ですか、これはいけないですよね、無筋は切れない、白切るかもしれないですね、いや白怖いですよね、白は心配ただ白あったらなんかペイ引っ張りそうな気がするんですけどね、あなるほど、まあでもあれですよね、まあ乱走手出しが乱走ローピンどちらも手出しか、まあでもね、あの段階で完全イシャンテンかもしれないですからね、うんうん、まあ、
もそうすると両面リーチで履く、うん、シャンポンでは当たらなそうか。確かに。あとはサブローソーの今後は出具合じゃないですか、はい、上がり逃しが発生したかどうか。なるほど。運が天杯入りました。町は関数層。まあでもルミさんとしても打てるものがないから仕方なくの天杯ですよね。9万も行くか。まあ行きますよね。意外とルミさんとしてはちょっとハイパイからすると相当イメージ崩れた天杯になってしまいましたね、はい、大平にも天杯が入った。役なしです。これ攻守逆で枠さん、あの大平さんの手配が枠さんだったら追いかけリーチも打つと思うんですよね。なるほど。うん、打たないですね。このスッチマンは打てないですか。まあ仕方ないんで、ウーマン、ローマン、ウーマンも中筋どちらも行くところですね、はい、は関してリーチの手も、ね、追いかける側はそうしたいですけど、逃げる立場ですからね。どうか、まあ、ノーチャンスですね、ローピンが。なるほど、はい、ここはパーピンつむぎり判断難しいですよね、うん。思い切って先にトンバだから行きやすいっていうのもあるけど、あ、なるほど、そういう考えもありますか、うん、自分からそんなね墓穴を掘り行くこともないなってことですよね、はい、いや追っかけリーチはできないですよね。さあ枠土チーマンを積もった。リーチつも裏は乗れません。千オールの上がり、1200オールですね。はい、すいません、1000は1200オール。さあ、薄いスチームを積も上がって、ワクツレンチャンです。さあ、トーン2曲、3本場。レンちゃんドラは9万。さあ親ワンのは靴のハイパイどうでしょうか。ソーズで一メンツ、マンズリアンメンターツがある。まあ、まず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 。そしてこちらはなんちゃんのルミ、厳しい。はい、シワちゃんの大平、キンズで一メンツ、ドラの9万が浮いている。さあ今日はドラメンツがある。地風のペンもどつこう。これは高ハイパイ、3万から切っていく、はい、3万から切ったっていうのも面白いですね。ドラ1なだけに、ピンフドラ1の、はい、ね、両面リーチ目指すのが自然ですけど、一通か三色かって言った打牌にしましたよね。もしくは流派あんこか、はい、打点を見た1だと。これでいいシャンテン、まあ、これであのペーあんこでも十分ということですよね、ペーちゃんなだけに、はい。まあ、2枚目のペーは仕方なくポンするんですかね。しますかね。いや2枚目のペーポンしないと相当厳しいですからね、はい。ただパーピンとかチーピン引いてきたら嘘を切るかもしれないですね今度ね。あ、なるほど。チャンタとかも見ながら。いや嘘切りももう思いっきりもう本当に打点1本ってとこですもんね、はい、嘘切りは。大平、ここはペンチーソンのターツを払っていく。二階田さんの立場だったらサブローソー引いたらリーチ打ちますか。まあ3層は行きづらいですよね。ローソーはリーチ行きやすいですけどね。ただ嘘切りを生かそうとするかもしれないですよね、うん。あ、 なるほど。あ、ね、まあ、でも2600を良しとするんだったら第1弾の3万切りがちょっとなんで、まあ、やっぱり満貫クラスにはしたいとこっていうことですよね、はい。大平さんのこの発案後期、さあ大平、そしていいシャンテンの秋。大平さんはこれで相手からリーチだとか仕掛けが入るまではかなり自由に攻められるようになりましたよね、はい。大平はこれ泣いていくことも考えられますか。考えられ、まあ、でもポンテン中点以外は取りたくないところですけ ど、あ、これでいいシャンテン、まあ、これも例えば3ピンの地位はしたくないですよね、はい、カンパンマンの地位はすると思いますけど。さあ秋9ピンが重なってここは両層切り。ポンテンだ。
さあこのペー秋はポン、ペーをポンしてサブロー総待ちの天牌、さあ枠ついシャンテン、あっさり出た。このローソーが消えの宝珠となります。ペードライチ2000は2900の上がり。さあトン3曲ルミノーヤ番となります。ドラはいいそう。さあ現在第4位、プラス 36.3 ポイントのルミ。ドラメンツがある、なかなかの敗退。第1打は9走、そして大平、さっきの3色が見えるか。初から切り出していく。そして秋はドラ。いやこれは絶好のカンリャンマン。第1つもペイちゃんの枠ツアー自家勢のペイが統一。さあ4者ともにまずまずの敗敗。さあ秋は何を受けるか。あスーソツモギリ、お茶の大平、チーマン、トイツが3組ですが、ここはつもぎり。この3万もつもぎります。まるみさんドライチ生かして1回面前で上がりたいですね、もうリーチつもドライ役全部崩れてもリーチつもドライチでいいですからね、はいはい、さあ秋がドランコ、いいシャンテン。なるほど、パーピンが2枚切れで弱い分リャンピンを残して3ピン引きからの後継変化狙いと、はい、さあルミ絶好の3ピンいいシャンテン。あ形決めましたね、はい、でもぶつかりますねこれね。ぶつかりそうですね。うん、でキューピン打ってもおかしくないですよ。あこれはつもぎり、即利も打ちそうですね。二階堂脇さん関三ピン関浪ピンハンパーピン、はい、関パーピンの即利ちょ行きづらいですけどね二枚切れ、僕結構二枚切れ好きなんですよね。あこれは痛いか。二枚切れ好きなんですか。二枚切れは二枚切れの感じなんて結構相手も使えなくなるケース高いんでね、結構好きなんですよね、さあ天牌入るか秋。9層これは残すか。パーソーは2枚切れ残さない、うん、残しづらいですね、はい、あのカンパーピンのネックをなんとかしたいっていうのに、パーソー2枚切れじゃほぼ条件一緒ですからね。これでもうあのカンパーピン払いですよね。うん、小さもよく見えますからね。ここは9ピンから切っていく。もう超積極的な一打ですね、はい、これはあのとにかく選択権を残したいっていう一打ですからね。サブローピン引いた時に、はい、その時のリャンピンとチーソーの切れ具合だとか、はい、馬強の良し悪しでさらに選択を変えたいっていう、攻めの一打ってことですね。もう攻めに特化した一打ですよね、はい、どう見ても9ピンの方が安全ですけど。そうですね、うん、GP を残しました秋。でもあの前局の第1打の3万切りもそうですし、はい、今局もそうですし、相当このポイント差というのを意識して、あの手を組んでますよね。そうですね。海はいいシャンテン、
いいシャンテン、あ、大平が天パ一番乗り、これは役がないのでリーチに行きます、うん、パーピン待ち、まあ、パーピンはいそうですもんね、はい、今入れですが山に2枚残っている、ここは現物のチーピン切り、さあ靴トンはつも切ります、さあアルミ追いついた、ここは闇天現物待ち、現物待ちもリーチ行く手はありますけど、はい、スーパーソよく見えますよね、これで秋目いっぱいか、いや目いっぱいペイ勝負ですよね、ペイは勝負、小さいいですもんね、ここは目いっぱいに構える、あのここで勝負するんで、チーピン残してるわけですから、はい、現物ですけどリーチ来ましたね、靴は対照的にリーチに行ったただイスソない、イスソは薄い、ゼロじゃないゼロ、うわうわトルミツモギリリーチ、これは大平さんはきついですね、でも秋も天敗、いや行きますよね、うん、これは、はい、途中流局はな い, はない、ね、4件リーチだ、うわ超勝負どころ勝負どころ、イスソがない、わ靴は絶対絶命かここはリーチ棒が出て、ワクツのツモはワクツさん待ちない、ないんですよ、はい、さあルミはウッパーソー、このウッピンは大平の勝ち、いや大きいリーのみすごい価値ある、いや裏は乗りません、1300ですが勝負どころを制したのは大平、いやしっかり戦った結果ですね、いやそうですね、リーチ行かない手も有力ですよ、あのツモ上がりにかけて天敗維持しておいて、はい、あの相手からリーチ来たら降りるっていう選択も有力でしたけど、ね、勝負行った結果これは大きな上がりでしたね、これでワクスさんと二階堂アキさんのターゲットが一応二階堂ルミさんになりましたね、はい、さあ現在トップ目はアキ、そして2着が大平、3着がワクツ、4着がルミとなっております。トン4局、大平の親番ドラがリャンソー、大平白がトイツ、ドラのリャンソーが1枚あります。さあ秋はトイツが3組ですか、さあルミはドラの連想が統一、今日はこちら大平ですね、さあそしてこちらは二階堂秋、大平さんが泣くかどうか見ものですよね、泣くですね、展望状況的にも瀬戸駒さんはどう予想されますか、まあ泣きそうな気はしますけどね、泣きそうですか、はい、なるほど、1枚目は泣かないですか、うん、形苦しいですもんね、ただ逆に苦しいからもう伸びなかったらやめるっていう選択もありますからね、はい、さっきここはスーソ切り、さあルミウーマン頑固になった、うん、ルミさんもこれで仕掛け、うん、仕掛けますね、まあ、これ多分おそらく、はい、さっき9万頑固になる、これは目いっぱい、いや和久津さんもこの手でも目いっぱい構えてますね、さあルミはいいシャンテンです、こうなるとルミさん仕掛けづらいですか、仕掛けづらいですね、うん、泣いた場合シャンポンですもんね、ペンローアには取らないと思うんで、はい、リャンソーは泣くでしょうけどね、ドラのリャンソー、はい、はい、このローマンはつもぎります、そして枠2ペン3ピン引いた、いいシャンテン、さあ秋この白大平どうするか、微動だにしませんでしたね、1枚目は泣かない、ワクツこのリャンピは残しましたね、あの初戦の時の高宮さんの6球ピンと一緒で、はい、二階堂さん、二階堂ルミさんも多分 Q1 の出がほとんどないんで、あなるほど、うん、はい、Q1 の存在がクエスチョンになってますよね、実際秋にあんこと、はい、うん、
だから逆に両走パーピンが埋まってしまうと選択としては難しいですよね、難しいですね、うん、あの並びからしてると多分 G1 すぐ切れるようになってるんで6球に取ろうと思ってると思うんですけど、はい薄いと分かっていてもシャンポンよりはマシっていう思いもありますから ね、まあ、そうそうね難しいですよね、はい、で誰かにこういうふうにアンコになってたケースでも確実に1枚は山にいる可能性も高いんで、その1をどう捉えるかですよね、はい、さあ枠通まあ、9ピン打ってますけど1通が狙いですね。あここはチーマン切り、うんしましたね、これはルミポンテンですね、うん、だから Q1 がそんなに信頼できないんでってこともあるでしょうね、あとはパーピンが片割れのパーピンがいいと、はい、そういう判断でしょう。パーピンはただ大平に統一、はい、ドラのレアンソーが1枚山に残っている、まあ、さらにルミさんは3900上がってあのラスでも小さく抑えることで決勝に近づきますからね、はい、あのここで一番してはいけないのは大きなラスを引くっていうことですから、そういった意味合いもありますよね、はい、さあ枠つ考える。ここはウソ切り現物ですね、うん、ここで形重視にしましたね、さあこれはマッチは変えないサブローピン、まあ、キューピン当たれないサブローキューピンに受ける手もありましたけどね、はここはチーピン切りもう売りですね。これは意味合いとしては 全順パーマン打って、ねはい、やはり状況的にルミさんの仕掛けが1000点、うん、2000点ではないっていうことですね、うんはい、両面チーとほぼ変わんないですからね。そうですね、チーマンポンしてパーマンを打っているということは、うんうん、チーワンは入ってましたね、はい、さあこちらはイシャンテンの枠通、うん、サブローピンだったらってやつですね、はい、まあ、パーピンが相当自信あったんでしょうね、青平これは入り方によってはパーピンが危ないか、いや打たないですね、チーピンでもないか、まあ、仮にチーピンが残っててチーピン引けたとしてもパーピン打たないですね、ですか。さあここは枠ツー、いいピンを重ねてサブローマン待ちでリーチ、いやルミさん押しづらいですよね、上がり逃し見えてますし ね、 そうですね、さらにここで枠津さんに例えば満願の宝珠とかになったら、うんはい、相当手痛い宝珠ですから ね、 そうですね。でもサブローは止まんなさそうですね、満願このだけに止まらないか、まあ、ただ川的にリャンマン先に打ってて E マン手出しのリーチはサブローマンかなりあるケースですよね、はい、難しい、折り切れるかどうかっていうのも一つポイントですか。ピンズ通ってね、これ何も打つもんないから、そうですね、なさそうですね、安牌ないんですね、うん、でも逆に枠さんも両走持ってきてしまうようなことになると相当苦しくなりますよね、はい、こっからいやもうサブローマン止まんないですね、止まらなそうですか、うん、包丁はなくなりましたね、木が一応イシャンテンに復活していますが、ここは取らず、さあルミのシャンポンはリャンソーが山にもうなくなりましたね、うん、先ほど木の手配に行きました。サブローマン結構いますね、3枚残り、はい、この順目で3枚だと相当上がりますね、十分ですか、うん、さあ秋に1枚いった、残り2枚、靴さん履いて、うわウーピンも切りづらい、ローピンですか、うん、あーここ来た、ノーチャンスってことはないですよね、和靴、うん、さんの履いてがあるんですよね、だそこをどう考えるかですね、はい、いやでもこのウーピン相当怖いですけどね、さあ和靴まだサブローマンは残っている、履いてで積もれるか、あ積もれない、ここは2人転敗、さあトン4局はワクツルミの2人転敗で流局となりました。
となります。南極。一本馬京卓のリーチ棒が一本。秋の夜番です。さあ、ご覧はユーピン。ハイパイチューンが統一。そうぜひとメンツ。秋さんはトップ欲しいですけど、3万点台のトップでは満足できないですからね。現在トップ目の秋、さらなる勝点を目指したい。こちらはルミ、このユーピンが1枚。秋さん、ただ5位にはなりたくないですよね。できれば4位までいた、あ、4位も無理か。6位の方がいいんですか、これ。いやでも、ここは、4回戦で戦えるというメリットよりも、10ポイントでもポイントを詰めとくメリットの方が大きく感じますけどね。まあ、同卓者、最初の選考の同卓者で1人捕まえるみたいな感じですか。そうですよね。さあ、秋は想像の方位置に向かう。まあ、例えば現状可能性としてはルミさんが4位で自身が5位になるケース相当大きいので、ニハンちゃんでこの今ある75ポイント近くの差をなんとかしようっていうとこですよね。まあ、今のところでも40ポイント以上詰めてるわけです。半分以上詰めてるわけですよね。ですね。女流プロ麻雀日本シリーズは、3万点持ち3万点返しの、順位点が5000点、はい、1万5000点となっております。ただその当面のライバルの人上がりで大きく変わりますからね、はい、あの順位点込みにすると。いや、秋さんも勝負かけましたよね。本位置いくのは思い切って狙っていきました。まあ、あの1個仕掛けた後の2フール目が大平さんからは期待できない席順ポイント状況ですよね、うんうん、はい、絶対絞りますもんね。これもあの1個も仕掛けてない段階から絞られてもおかしくないぐらいのポイント状況ですから、ただ秋さんは1万2000欲しいですからね。欲しいですね。さあ、秋は想像本一リャンシャンテン、逆にここで1万2000上がれるようだと一気にこの人ハンチャンで並びにしてしまうかもしれないチャンス訪れますからね、はい、うわ、テンパイ。さあ、リーチはいけないですね。ここは闇天リャンソー、はい、リャンソーは嘘がルミニアンコですね。嘘はありません。リャンソーは1枚切れている。山に2枚。僕ソーズかぶりでリーチもありと思ったんですけどね。なるほど。そのない理由は何ですか、勝本さん。いや、とにかく今ルミさんが4着で、はい、自身が2着なので、うん、この曲ベタ折りでもいいんですよね。あ、秋さんの4戦オールが痛いのは自分じゃなくてルミさんだっていう主張ですよね。あの大平さんとしてはもともとルミさんより10ポイントぐらい弱、約9ポイントぐらい上なんで、ここで2着順差決めると相当有利ですからね。やっぱ現在ボーダールミさんで、はい、ポイント状況の黙ってると、逆に例えばルミさんがとあの大平さんの点数が逆で、大平さんが2万1500でルミさんが3万2000ならば勝負をかけたリーチも有力かなとは思うんですけど、はい、さあ、秋はイーシャンテン、靴もカウーピンを引いた。でルミもイーシャンテンです。さあ、これはスーアンコイーシャンテンだけど、ウーソーは当たるんですよね。3層はないので、ただローソーが1枚残っているんですか。ローソー1枚ですね。1枚山に残っている。9層も1枚残る。はい、スーソーとパーソーは、パーソー誰も持ってないですね。パーソーは1枚切れだから3枚。スーソーはない。助かりです、助かりそうですね。スーソーはない。パーソー引けば、これどうなんですかね。秋さん、リャンソー引いたら3層打ったりする手もありますけど、あ、まあ、イーソーが3枚切れだとつもぎりか。さあ、枠つがリーチ、
いやこれ大平さん降りるかもしれないですね。はい、カンチーマン現物待ちだからちょっとだけ頑張りたいですけど、ルミさんからの直撃もありますからね。ただ自身がドラがない手だけに切った。はい、いやあの嘘ウワンギリは怖いね。怖いですねいやパーソがバタバタと打たれた。これ大平さんが大平このリャンマンは筋ウーマンやめる、ウーマンが、ああそうそうですね、はい、リャンソーか、あーこれつむぎりだ、つむぎりだですね、うん、これでアウトだ。いやここは大平の上がりピンフイーペーコー2000は2300。いや大平さんいい上がりになりましたね。そうですね、逆転ですか、リーボ込みで。はい、大平トップ目に立ったか。いやただ枠つもらしいリーチでしたね。そうですね、ここは上がることはできませんでした。さあ枠つ現在3着目28500点で迎えた南2局親番。この枠あの大平さんも今上がれましたけど、こう枠つさんにこうやってリーチリーチって来られるのは、はい、上がれたとしても精神的にやっぱ苦しいんですよね逃げてる方っていうのは。なのでこれを続けていくことがやっぱりその逆転への道かなっていうふうにも思いますよね。はい、靴すごいハイパイだったね。ハイパイ高ハイパイでしたね。さあ曲はどうなるか。ひーちゃんの秋はちょっと苦しいか。こちらが靴の手配。さあルミはペイを重ねました。これは靴さん単品移行したいですねどこかで初の統一落としをしたいと。でもシャンテン数落とすのは怖すぎますから、うんうん、まあドラ1の両面リーチだったら OK なんじゃないですか、うん、まあ、これで3色ができればと、はい、これで数層なんかを引けば、そうですね、初の統一落としになるか、はい、もう何があっても降りない手配になりましたね、うん、状況もそうです、ね、打ち筋も、うん、全て降りない条件が整いました。もう 100% 降りないであろうは靴の親番、これは靴さんの手配例えばローソー引きとかどうですか。リャーマン払うんですかね。うっぱっそう相当苦しいですけど、まあ多分3色だけは追うと思うんですよね、うん、これローソー引くともうウーソーが自身の目から3枚見えて、ここで流派切りもありますけどね。あーなるほど、うん、ローソー引いての流派切りはあ り, ありますよね。ありますそれはあるけど、今のパーピンの方が流派落とすんだと落としやすいと思いますね、うん、あまあ、落とすんであれば、うん、一番先に落とす方が、あのロスが少ないですからね、早い順面なほど後で収束できますからね、はい、秋さんちゃんと3色狙いか。はい、大平がチートイツの天牌が入っています。チュンタンキー、うわーこれで大平の上がり、いやきつい、この2曲連続いい上がりだけど、はい、大二人は苦しい。ここ大平さんすごく選択難しかったと思うんですけど、ノーミスでテンパ入れたことがすごく、ね、素晴らしいですよね、はい、これ一杯かぶってしまって今のチューン上がれないとすごく厳しい中盤が待ってたと思いますから、いや見事ですよね、はい、もうしかも怖い秋とは靴の追いかけてくる二人の親番を、うん、流せましたからね。この親が二階堂ルミさんの親が落ちれば、大平さんとしては二階堂アキさんにまくられても大丈夫ですもんね、はい、さあルミの親番です。南三局ドラはローマン、こちらはシャーチャの秋、まあ、秋さんは靴さんとしてはもう何としてもトップ欲しいですけど、もうあのルミさんをラスに抑え込んだままのトップでなければ意味がないですからね、はい、さあドラはローマン、大平の手、はい、ドラのローマンが1枚、
ちらは枠2サウソ引いてイーシャンテン、うん、枠2さんもアキさんもこれルミさんラストでトップ取ればこれ相当詰まりますね。そうですね、はい、可能性は残りますもんね。次もトップ3着、うん、2着順差と若干の争点でいいぐらいになりますから、うん、ということはルミさんはもうここはせめてどちらかをかわしておきたいですね、うん、はい、さあルミ9万を引いてリャンソギリ、白脇白河ドイツは3ピンが入った。靴はピンフドラ1のイーシャンテン、さあルミもデスオーズがリャンメンターツになる。リャンシャンテン、もう大平さんはかなり守備的になってますね。はい、ここでチュンギリ、秋はここはイーマンギリですね。打点見た一打ですよね、はい、単品3色までの移行と、ピンズのイーペイ行と白がアンコになれば、はい、両面率もよしっていう構えですね。関連マン引きはいらないという。そうですね、関連マン引いた方引くと上がりやすいですけど、はい、打点が伴いづらいですからね。さあ9万を引いて、いや数ピン打ちたくもないですね。吐く切る手もありますか。どうせ泣く気がなければ白切りもあると思うんですよね。ここ、はい、ただあんこった時には痛いかなみたいな、まあ、ウーソーが川に2枚切れで5落ちがちょっと見づらくなったところで、ドラ引いたら即リーチ、ピンズ伸びれば白っていったところですか、はい、うん、関ローアンリーチも打つと思いますけどね、まあ、白引けた時に、はい、さあ大平、ここはローソー切り、これはもうあの安全牌をためながら行こうっていう感じですね。これもリーチあるかな。さあ秋、うん、ここはリーチに行った、うん、ドラの貫老万待ち、まあ、1000、2000つも上がれれば一度トップに立てると、うん、はい、追いかける立場だからこういうの打てますもんね。これはルミさん行きたいけど行けないですよね。いやルミ、いやこれ補充すると相当きついですから。うわー、ムスジった。ここはスーソー切り、まあ、かなり川的にはリャンソー早い分っていうことでしょうけど、ロアニヤマ2枚山ですね。ワクツさんもこれ来ますよね。ピンフドラ1のイーシャンテン、ワクツ、まあハクと EP の危険度ですか。ここは E ピンから、さあルミのチピンは筋、これルミピン厳しいんですけど頑張っとしてますね、はい、そうですね、テンパ入ればもうルミさんの中ではリードしてるというよりもほぼ並びで戦わなければいけないっていう思いがあるかもしれないですね、はい、さあワクツ、これはスーピン、強くいくなら吐くからですか。スーピーマンともに1枚ずつ切られている。ただルミさんが押してるんでルミさんの吐くポンテンを避けたいっていう意味もありますよね。ここはスーピンから、いや追いついた。さあルミ、これはリーチにいった。9万の分ルミさんの方が有利。ルミはロー9万、秋は関老万、誰も持ってない、うん、9万3山ですか。いやこれ一気に息吹き返しますね、上がったら。いやこれはどちらが勝つか、ワクツさんも割って入れるか。いや行きますよね、うん、ワクツは行くか。いいピッタ、いやー、相棒とはずつも、ここは二階堂ルミよく行きましたね。裏ドラは乗らず、ワキさん3万アンコ、いやー本当ですね。リーチ一発もピンフイーペーコー4000オール、これはルミさん見事な上がりですね。素晴らしいですね。いきなりトップになりましたね。ひとまくりですか。いやれこれ、アキさんのリーチに数層にピンって押していくのは相当怖いとこですけどね、はい、ここは攻め抜いて一発つも、さあそしてレンチャンドラが嘘、この4000オールは秋と阿久津にとってはかなり
痛いですよね。いや大平さんもきついですよ。ゲームプランとしてはここまで完璧だったんだけど、また自分がターゲットになってきましたからね、はい、さらにこれ大平さんとルミさんは一着二着だと高宮さんが4、この並びだと高宮さんが4着になるんだ、うん、先行になるんですね、はい、ルミさんは2着になっちゃうとちょっと足らない現状、はい、いやおそらく控え室で控えてる人たちも今の上がりはがっくりしたかもしれないですね。まあさつきさんとかやもりさんにとってはそう、ね、うん、が痛いところですよね。あでもチャンス、さあき、まあ、ただトップ取ればどちらかとは2着順必ず差をつけることができますから、はい、和久津さんとしてはあと2曲しかないんで満願ぐらい欲しいですよね。そうですね。さあ大平さんピンがんこ、そして秋山マンズの一通が見えるがパーマンからですか。うん、まあ椅子チアは残しときたいですよね。さすがに嘘引きに備えてパーワンになると思いますけど、まあ、3層が横伸びしづらいっていうこと、うん、あの2層2枚切れで、はい、あの上への変化はロー層あるんでローピン打っといたリャンシャンテンっていうのもありますけどね、ウーソを引いてもう1回ローピンを打って、はい、パーマンか3層あるこのタンヤオドライチのリーチもよしと考えれば、まあ、これで、ね、あの理想的な振り点含みでもロー層打つ一手だと思いますね、はい、これはあの秋さんが1個3層からえじゃあ関羽層に受ける可能性もあるっていうことですか。関羽層に受けといてウッパー層以降とか見てんじゃないですか、はい、ここ出上がりじゃなくてつまがり嬉しいところなんで、うん、はい、振り点でも OK ってことですか。あのロー層切る手もあったとは思うんで、うん、まあ、ただその振り点でも OK っていうのは、はい、あの自分都合でしかなくて、相手がその降りてくれる前提の発想ですから ね、 そうですね。やっぱり相手が攻め返してくるっていう前提であれば出上がりできる方が得ですからね。あ大平が感知装置してサブローマンの天牌を取ります。先天で変わりますからね、はい、あここは先にローソー打つ、タンヤオもつけたい、まあ両ピンですか、やっぱり2差しきついです。あ三層からいったまあリーチで補填ってことですね。入った。ここは闇点。関ローピン待ち。まあリーチ行く手もありますけどね。前回までの予選はルミさんこういうの結構積もってましたけどね。はい。うん、積もって積もってなんかまた高いとこでリーチして積もってみたいな。さあ大平はサブローマン。ルミは役なしですが関ローピン、そして枠2後継のイーシャンテン、何が嬉しいんですか、まあ、ウーソーが一番嬉しいですか、うん、スーピン暗換できるツモも嬉しいですよ、ね、仕頃見えてきた。ただ3万はいやでもこれチーピンユーピンがどちらも大平さんに無筋ですからね。そうですね、素晴らしかったですけどね、大平ツモこれ大きいですね。はい大平よくかわしましたね。タンヤを300、500は400、600の上がり、いやルミのチーピン切りも素晴らしかったですが、ここは大平がさばきました。全体的にシリーズ通して2回のルミさん落ち着いてますよね、なんか展望なくなった時も展望持ってる時も、はい、あの捨て牌と手牌に準じて切ってるって感じですよね。そして大平さんのバランスの良さも目立ちますよ ね、 あのここまでも大きなリスクを負うことなくトップ目でオーラスまで持ってこれましたからね、はい、二階堂さんが7000点差、二階堂秋さんがトップまで7000点、秋さん満願2も届かない、丸見さんもできればトップ取りたいですよね、そうすると4回戦回りになりますし、そうですね、ルミはトップまで1600点で足りるんですね、はい、
さんはもうこれ泣く一手じゃないですか。チートいきますか。チート1ならばトップにはなれる。いやもうし仕掛けた方が早そうに、まあ、仕掛けられるのであれば、はい、仕掛けた方が早そうに見えますよね。和屈さんからの2風呂目も期待できますしね。はい、和屈は自敗が多い。これ大平さんはどうなんですか。テンパイ取り行った方がいいんですか。大平さんここはルミさんにまくられても高宮さんよりは上に行けますよね、うん、あんまり無理しないですかね、うん、そうですね和久さんに補充が最悪だからね。最悪ですね、まあ、でも秋さんとルミあの秋さんと和久さんのつま上がりでも3着になってしまう可能性高いですから ね、 あ、 ね、まあ、ある程度は手進めでですけど ね、 どこまで押すかのラインが難しいね。1回上がりたいですね。ただあの秋さんと和久さんのリーチにはいっぱいいたりとも押せないんじゃないですかね。 うわすごい、こう連続系での関連相払いよりもドラ引きを重視した。アルミピンズが多くなってきた。そして大平二階堂さんちょっと苦しいですね。打点的にマークスさんも苦しいですね。そうですね。マークスはチートイルド、これルミさんはこのいつ見てるんですかね。そうですね、見てそうですね。上がりづらいので、うん、むしろこっちの方が早いっていうケースもありますけど、これ大平さんって最後テンパイノーテンになってテンパってたらどうするんですか。勝松さんはどうします。僕は十中八九ノーテンって言いますね。二階堂ルミさんがテンパってたとしても、はい、あのルミさんより2着になってもあの秋さん和久さんより上であれば相当有利な最終戦ですし、何よりもあの高宮さんより上で4回戦回りになれるっていうのが大きいですよね。さあ和屈がイーシャンテンで切った初をルミがポン、本当にピンズに行ったね。ピンズに行きましたね。うん、古橋さんどうするんですか。大平さんの立場で僕テンパってたらテンパイ開けますちょっと僕も開けるんで不安になってきましたそんなこと言わないでください。いや和屈がこれ見事なパイの残し方でイーシャンテンまで来ましたよ。名本かドラドラにしたいとこですね。パーピン、ルミさんがピンズの本一濃厚な革なんで、パーピンを引きつけた方がいいのか先に切った方がいいのかっていうところを今考えていましたね。そしてルミは泣かず、まあ一緒ってことですよね。形じゃそんなに進まないってことじゃ、これもしかしたらルミさんとしてはあの大平さんがルミさんにマンガン補充したら3着になっちゃうじゃないですか、はい、なので大平さんに無駄あの連チャンさせないようにっていう狙いも大きいかもしれないですね。いろいろな狙いがありますが、はい、さあ、まあ、やっぱりルミさんとしてはここで大平さんが4戦オールとか全く嬉しくない展開ですからね。何、はい、からいった9万と、まあ、ドラの3万は残すんでしょうが、これでも平さんいけないですね。ピンズ1倍もそうですね。そしてドラの3万、ただソーズもあんま持ってたくないんですよね。いやもうここしょうがないんで、先にソーズ連打しといた方がいいですね、うん、一応満足保険で何枚も抱えたいんで。これはパーピンはあの和久さんのパーピンにルミさん仕掛けてないからかなり打ちやすい。ではつもぎり、ナンはアンパイですね、はい、いやカンはしないですよね。しないですか。まあ、最後に誰かの背景を消すとか、はい、一発消すっていう意味合いのカンはあっても、はい、攻めのカンはないですね。あ、泣かない。もうこれ以上受け、なるほど、受けは減らせない、受け駒を減らせない。うん、まあ、やっぱりこのかあのルミさんの次出てきますけど形では相当サンフーロメスの上がりきついですからね。ただテンパイ厳しいですよね、ルミさんのあの形、まあ、なのでやはり大平さんの連チャンを防ぎたいっていう狙いだとは思うんですけど、さあ秋、これはリーチか、ね、イスーチーピン、
あの枠津さんからの一品をどうするかですよね。漫画裏ドラが1枚乗ればトップで裏ドラにかけるかどうか。スッチ一品はもう文句なく誰からでも上がりますね、いい品のつも上がりもしますね。枠津からのいい品の出上がりのみトップの可能性が分からなくなると、そう裏ドラ次第でトップから3着まで変わりますからね、はい、そうですね、うん、らしいね、そういった、うん、いやこれは枠津らしい、ここは勝負9ピンなんですね。さあいい数値ピンはいい、これ引いてくれると二階堂ルミさん2着に上がるんですね。数ピンもない、数ピンもない、数ピンが1枚、そうですね、これ親かぶりで大平が、うん、ね、まあいいピンがないですもんね。あっとドラの3万、うん、3万、ここはリーチに行った枠津9万短期、これ読みづらいね、これはもう出上がりもするっていうことですね、うん、出上がり狙いって言ったところ方が、うん、9万1枚残っている、これ読みづらいよね、このリーチは。これ枚数いい勝負なんじゃないですか、ね、1対1、あ9万1枚、エースチピ1枚しかいない、エースチピ1枚です。古田さん早い、ずいぶん前から9万、これルミさん危ない、危ないね、9万危ない、9万危ないね、9万は山にはなくなった、うーん、イースチピは何が残ってるの、スーピンが1枚、あこれでますます危ない、いやルミ危ないか、い絶対打ちますね、うん、これ打つね、パーマン現物打つね、次危ないですか、パーマン現物じゃないですよね、あれすごいな、うわー、ワクツが数ピン掴んだ、これはルミさんがすごすぎますね、ルミのファインプレー、あチーマンがノーチャンスだったので2枚切るのファインが取った、これ冷静な1だったので、うん、いやー木の上がりメンタンピンドライチでここは木トップになりました。はい、ということでプレーオフ2回戦はトップが二階堂秋、2着が大平、3着が二階堂ルミ、そして4着が枠津となりました。